さあ、現在、国際映像の画面ではですね、手巻きシステムが、さあ、ファンの皆さんにできるだけ近く走ってくださいとリクエストしたんでしょうかね。あの、今、スタート席の近くのフェンスに巻き出して、ギリギリのところ、ギリギリのところを走ってくれている様子が映っていました。手巻きシステムなんですけれども、アストンマーチンインターナショナル、こちらの会場が乗っておりまして、本当、タクヤ、オーナーのドライブに立ちまして、1984年、まだこの鈴鹿60周年を、迎えましたね、この鈴鹿サーキットの30年も前の車、そんな車に別に乗っています。いやー、うめえねー。いやー、なんか優しそうなこの顔、もう、ご自身の女性ファンの方が多いんじゃないですか。いやー、それにしても、新メキスタンドっていうのかな、ここね、すごい揺れてますね。いやー、すごいなー。まあ、フォーキャマンのドライバーたち、それからヒーローレースタッフの皆さんも本当に日本の応援はすごいんだよと、みんなが言ってくれる、もう僕たちとしては関係者、まあ、この主催する側からしたら、本当に自慢のファンの皆さんです、本当にありがとう。そういう皆さんの熱い応援があったら、フォーキャマンのドライバーとしてはこれだけで戦えているというのがあります。さあ、オープン、そしてカメラ次がありますね。And bringing in Yuki Tsunoda, a home race. Talk me through the emotions right now as you're waving to these Japanese fans. With the Japanese, probably better, I think. そうですね、皆さん本当に今日駆けつけてくれて本当にありがとうございます。皆さんの本当にパワーが、実際自分の走りにつながって、今日も今日も90分で13万という、まあ、本当に近いと終わりのようになりました。今日は実際本気で頑張るので3分以内とは分からないですけど、まあ、どんなコンディションでも、最後まで諦めず頑張るのでぜひ応援よろしくお願いします。